久保さん、来ましたついに。アメックス。アメックスの久保さん。これすごいですね。はい。プラチナ。アメックスのプラチナカード。これ年会費、え十1十14万ぐらいか。14万3000円ですね。年会費14万。この前ですね、僕、ヤフーカード限度額が100万円になりまして。 まあ無料枠で持っているクレジットカード、ヤフーカード限度額100万、楽天カード限度額100万、えー、オリコの、えー、クレえイエローハットのクレジットカード限度額100万、あとは三井住友系列70万、まあ、あと会社のクレジットカード150万、まあ、500万ぐらいこれありますね、もう。無料枠で、まあちょ。会社のクレジットカードは年会費1000円ぐらいだったかな、1300円ぐらいなんですけど、まあ、セルフバックで。 セルファックスで行きましたけど。これ14万っすね。でもこれネタ的にいいなと思ってね。しかもこのなんか憧れるじゃないですか。あの、このプラチナカードは、なんだ、なんだ。なんかすごいんですよね。なんか、カードもなんか、まあ、チタンではないか。チタンではないけども、なんか、あれなんですよね。いや、まさかプラチナカードの DM が、 来るとは思わなかったですね。アメックス。僕、アメックスね、一本持ってないんですけど、まあ多分信用情報が回ってるんじゃないかなとは思うんですけど。そう。いや、さすがに14万はね、僕ね、いや、でもネタでどうなんだろう、みたいなね、ネタでね。まあ、だって、アメリカンエクスプレスのプラチナカードアクセス結構、まあ、ちょっと取れると思うんで、まあ、100本ぐらい取れば、14万円ぐらい、まあ、集客して1人でも売ればね、別に利益出るんで、うーん、 みたいな。でも、はい、途中で切れちゃいましたけど、まあ、ちょっとね、悩んでる部分はあるんだけども、まあ、悩んでもね、あのー、やっぱ、その、やらなくても、まあ、プラチナカードを別に持ってなくても、プラチナカードのね、あのー、話はできるんで、まあ、それが一番コスパいいっすよね。年会費0円でプラチナカードの話が、まあ、この DM から横展開して <laughs> 100本くらい取れば、まあそれはそれでいけるっちゃいけるんで。 前ね、その DM でそのなんかクレジットカードからお金が戻りますみたいな DM のチラシ来たんですよ。で、それで僕動画撮ったんですけど、広告収入がそれ2、3万円ぐらい稼いでくれてるんですね。ポスティングで、ポスティングで DM が来ました、チラシが入りました、そのチラシに対してあだこだ喋る、無料動画撮ります、広告費3万円ぐらい稼いでますね。何なんでしょう。いってらっしゃい。